夏時刻法は1948年4月28日に交付、施行された日本の法律。夏時間を実施するために制定されたが、1952年4月11日に廃止された。1949年4月3日より実施されたサマータイム夏時刻法は日本において夏時間を実施するための法律であったが、ここでいう夏時間は、 夏の間だけ、中央標準時に1時間を加えたタイムゾーンを採用する制度である。実施期間を正確に記すと、条文の通り、5月のみ4月第1土曜日24時から9月第2土曜日25時までであった。太平洋戦争後の連合国軍占領期当時、日本に夏時間が公的導入されたのは、各種占領行政を行うにあたって、 連合国関係者が自国と同じ制度を導入することの利便性から GHQ の指導によるという説が定説となっており、家事国法の施行により、家事館は1948年5月から毎年実施され、漫画、サザエさんにも主人公たちが夏時間に合わせて時計の針を進めるエピソードがある。1950年3月31日、 カ事国法の一部を改正する法律により、第1条と第2条第1項中の4月が5月に改められたが、1951年度の実施は、サンフランシスコ講和条約が締結された第2、金曜日の9月7日で打ち切られ、翌1952年4月27日の占領終了と、 同月28日の条約発行による日本の主権回復に先立ち、火事国法は同年4月11日に火事国法を廃止する法律により廃止された。以後、日本では法律に基づく全国一斉の本格的なサマータイムは実施されていない。夏時国法が廃止された衆院には連合国軍による占領の終了が挙げられるが他の理由として 日本人の不満が上げられる。ありがとうございます。